いわゆる中南米の選手というのはこれサードやる打球フェアです。サード今日石井が入ってますが、一塁送球は、ダイレクトスロー、強肩ナイスプレイ、ネスパイネサードゴロに割っています。いや今何気なく取りましたけど、やっぱキャッチの方がね難しかったですので、よくね反応しましたね、対応しましたよね。今日がコロナからの復帰戦となっている石井ですけども、守備の感覚、ファーストが飛び出している、タッチアウトになりました。とと近藤健介が飛び出して牽制でアウトになっています。初球打ち、サードへの打球、待ってガルビス、一塁送球はどうだ、間に合っています、ナイスプレー、ワンアウト。この回先頭松本剛がサードゴロになっています。強い打球だ、サードよく取っているガルビス、セカンド送球、フォースアウトでスリーアウトになっています。強烈ピッチャーライナー、佐々木朗希が取っています。強烈な当たり、ストライク以降はしっかりと見極めてほしい。弱い打球、ベースカバーピッチャー佐々木朗希、アウト。足の速いバッターランナー小深田でしたが、一塁アウト。ボテボテの当たりになりました。弱い打球、安田、ツーアウト。打った、サード正面、543と当たってダブルプレー。荻野打っていきましたがダブルプレー、ツーアウトランナーなしになります。バットの先、弱い打球、セカンド浅村、スリーアウト。バッターは鈴木です。初球打っていく、一二塁間抜けていってライトへ抜けた、サルキャブスを蹴ってバックホーム、どうだ、ボール返ってきてタッチは、これはアウトになりました。バッターランナーセカンドに達します中川圭太、今日ライト慎重にバウンド合わせて、ここは若月取ってタッチアウト。サードライナー痛烈の当たり、宗がボールを取っています。当たり損ねがファースト、これは一塁アウトになります。